継承閣は、李氏朝鮮の王立図書館に相当する機関である。歴代王や王室の各種文書や記録、中国の文献、朝鮮の古文書などを収蔵管理し、修復なども行った。現代においては、朝鮮の歴史的記録物の重要な所蔵庫として機能している。1776年、清祖の時代に、聖徳宮の敷地内に設立された。 中国や朝鮮の天石が収蔵され、清楚と互いに支持し合う実学派の文官らが集められて教育され、彼らが文献研究や政策立案を行う場であった。1781年には別館である外継承格が高架堂に設けられた。今日ではソウル大学校によって管理され、漢学区森林堂にいましている。 継承閣の役割は1894年の交互改革の後に様々な変更を受けた。1924年には継城帝国大学の管轄に移り、後にソウル大学校に引き継がれた。1990年には現在の場所に移転し、1992年にソウル大学校中央図書館より独立した。継承閣は26万点以上の品を所蔵する。 これらの多くはデジタル化されており、オンラインで検索することができる。これらは韓国の国宝である朝鮮王朝実録の現象を含んでいる。継承閣は朝鮮の歴史の研究を支援しており、継承閣と題した起用を講演している。ありがとうございます。